はい、えー、こんにちは、レトスのおノです。えー、12月3日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。えー、勉強時間作れていますでしょうかえー、今から来年の合格を目指すというのであれば、まあ、最低でも1時間は、えー、毎日勉強しないといけないです。えー、そのためにも、勉強時間の作り方、えー、これ非常に重要ですね。で、えー、勉強時間の作り方について別途動画ございますので、 この右上ですね、右上にお知らせ出しておきます。なので、こちらクリックしていただいてご覧いただくか、もしくは、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご覧いただければと思います。では問1ですね。A が建築業者 B との間で建物建築の請負契約を締結した。A の報酬支払い義務と B の建物引き渡し義務は同時履行の関係に立つ、えー、丸かツかという問題です、えー。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、えー、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。えー、で、答えはどうなってるかというと、これ丸ですね、えー。建物建築の請負契約を締結した場合、注文者 A は B に対して報酬を支払う義務を負います。一方で、請負人。 建築業者ですね建築業者 B は A に対して、まあ、注文者に対して建物を引き渡す義務を負いますこれは大丈夫ですよね A が B に建物を建ててくださいって頼んでるわけなんで A さんは B に対して報酬、まあ、お金を払う義務が出てきます一方で建築会社は仕事を任されたわけなので建物を完成させてそれを注文者に引き渡す義務を負いますよね で、この二つの義務っていうのは、同時に履行しなければいけません。履行するってどういうことかっていうと、義務を果たすという意味です。つまり、注文者 A が報酬を支払うのと同時に、請負人 B、建築業者 B が建物を引き渡すということなんですね。で、この建物を引き渡すって、まあ、具体的に言うと、鍵を渡すっていうことです。つまり、 A さんがお金を払って、それと同時に A さんは鍵をもらうといったイメージですね。これが同時履行ってことです。同時にやってますよね。同時に義務を果たしてますよね。まあ、これを同時履行って言います。で、この二つのこの関係性、これが同時履行の関係なんですよね。だから今回の問題は正しい、丸になるということです。で、問い二ですね。宅建業者 C 社の非常勤役員が 刑法第208条の3、狂気準備集合および結集の罪により、罰金の刑に処せられたとしても、C 社の免許は取り消されることはない、丸かツかという問題です。え答えはえ、罰ですねえ。免許取り消されます。まず、非常勤役員というのも役員なんですね。で、この役員が狂気準備集合および結集の罪で罰金刑となれば、C 社は結核になるんですね。 役員だけじゃなくて、C 社も結核になっちゃうので、C 社は免許取り消しになるということです。で、今回細かい解説まではしてないんですけども、個別指導の受講者さんは、基本的な考え方に基づいてえ、回答を導いてください。この基本的な考え方についてはえ、個別指導の受講者さん専用のメールマガでお伝えしてますので、そちらをご確認ください。基本、つまり考え方に忠実、これが合格への第一歩なんですね。 基本的な考え方を使えば免許の基準の問題、間違えることはなくなりますので、ぜひですね、この基本的な考え方を頭に入れて確実に一点ゲットしましょう。で、問い3ですね、土地区画整理法です。土地区画整理事業の施工者が道路法に言う道路のように供する土地を道路管理者の了解を得ることなく造成した場合でも、当該道路管理者は 施工者に対してその造成費用の全部を支払わなければならない。まるか罰かという問題です。で、答えはツですね。道路用地にする目的で土地区画整理事業を施工する場合、あらかじめ当該公共施設管理者と協議し、その者のが負担すべき費用の額及び負担の方法を事業計画に定めておけば、施工者は 公共施設管理者に対して事業費用の負担を求めることができるんですね。で、ここのそのものっていうのは、このえ管理者ですね。つまり、事前にこの管理者と協議をして、この管理者が払うべき費用の額とえ負担の方法、これを事業計画に定めておけば、管理者に対して事業費用の負担を求めることができるんですね。従って、問題文の道路管理者の了解を得ることなく造成した場合でも、 道路管理者は施工者に対してその造成費用の全部を支払わなければならないという記述は誤りだということです。なので答えはツになるということですねで。今日は一番最初にお伝えをした勉強時間の作り方ですね。これについてはこの動画の真ん中あたりにクリックできるようにしておきます。もしクリックできない場合は 動画の下の概要欄から URL、えー、クリックしていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レドスの小野でした。